俺はイクイノックスだよ。タケジョッキーがドーデウデュース乗れるんだったら、二等軸で行こうと思ってたけど、トサジョッキーには悪いけど、そうなってくると、もうちょっと僕はイクイノックス一択になっちゃった。で、二着にドーデウデュースとダノンベルーガで。で、三着付けに、えー、ドーデウデュース、ダノンベルーガ、ノースブリッジ、プログノーシス、ジャクトル。 ジャック・ドールはちょっとパドックが良すぎたで、11頭だったら全然問題ないから内気に切り込んでくるまであるイクイノックスいやダノンベルがあると思うんだけどなでもイクイノックスはイクイノックス スムーズだなすげえスムーズに入った。さあ始まる。スタートオッケーうわージャックドール若干よれたか。いや、もう全員大丈夫。これあれちゃうドバイスタイルじゃん。ドバイ神話スタイル。イクイノックス前行くわ。いや、それはいい。 ジャックドール、ナイス。いや、やっぱりそうや。前取るわ、これ。先行や。いや、大逃げではないけど、早めやね、これでも。ペース早なるぞ。ごっついた手や。いや、ナイス、とさきその位置取りエグい。ノースブリッジが意外と取れなかったね、ポジション。 いやでもダノンベルガもいい。そうなってくるとプログノシス厳しいか ?1000 メートルはもうちょっとか早い !57 秒 7! 去年と変わらんやんえ、そうなってくると分からんぞ、これ。ダイヤホースが怖いこっからノックス・ドーデュース。 いやノックス厳しいかいやこれはくるいや大丈夫大丈夫いやノックスだいやガイアフォースいやガイアフォースが <laughs> 粘るか